魔女もあの時確かに以前とは姿が若干異なる。だけどこの禍々しい気は紛れもなくこの魔女。もしまたお嬢様が。ゆかりが関わっているのであればそのせいは。それにお嬢様が私に何も言わないというのも考えられた。じゃあこの城は誰が。その声はメイリン。どういうことなの。これは一体。話は後で。縄を解いてと言っているよね。はいはい、分かっています。早く解いてほしいんでしょ。あなたはアリス。レミリアのメイドじゃない。どういうことか説明していただける。何が。うちの門番がお世話になっているようですが、このように。あれメイリン、何してるの。って私。あなた以外誰がいるかしら。知らない知らない、私知らない。私じゃないよ。知らない。力ずくで来いと言っているよね。これで話す気になったかしら。だから私何も知らないってば。この後に及んで。ちょっとその門番に聞いてみればいいじゃない。それもそうね。ありがとうございます。メイリン、あなたをこんな姿にしたのは誰。いや、そのちょっと前まで駒館の庭で、ちょっと昼寝を。いや、ちょっとした仮眠を。どっちも同じです。すみません。それで昼寝をしていたら何者かに急に。ということは誰もが容疑者になりうるということね。どうして私の方を睨むの。私アリあるもん。アリバイ。そう、アリバイ。だってさっきまで昨夜が降臨堂で買い物してたの見たもの。それを知っているということはメイリンを襲うのは物理的に不可能と。うん、私はただこの方角に不吉なものを感じたから。なるほど、分かったわ。ようやく分かってくれた。昨夜レミリアのことになるとすぐこうなるんだもん。何か。いえ、何でもないです。ほらメイリン、城に入るわよ。